水泳場とは、海水浴場やプールと同様の機能を有する、水泳のための環境及び施設のうち、淡水環境に存在するものの日本語故障である。ただし、適用は日本に限定されるものではない。故障、河川など自然環境を利用した、海水浴場と同様の機能を有する水泳のための、環境及び施設は、例外なく、水泳場であり、 これがことして第一義である。しかし、人工建造物としてのプールを主体とする施設に、水泳場の名が用いられる場合もあり、ここで言う、水泳場は、水泳競技の場であることが多い。淡水系の自然環境を利用した、水泳場と海水浴場は、水浴場という語で総括することも可能で、環境省選定、日本の水浴場88線などには、 両者が含まれる。また、湖で行う水浴を、湖水浴、湖の水浴場を、湖水浴場とも呼ぶ。水泳、水浴を温泉で行う習慣は、日本にはないが、日本以外では、例えば古代、ローマや、現代のトルコなど、それを行う国、地域も少なくはなく、そのような場合、水泳場と温泉を区別することに意味はない。また、 視界やカスピ海などの塩湖で行われる湖水浴は塩水ではあっても海水浴ではない。ここような場所で管理、運営される施設があれば、それは水浴場、水泳場である。もっとも日本国外のこのような行楽地に対しては、リゾートという故障を当てるのが一般的で、ここではもはや海か、湖や川か、塩水かま水か、温泉か否か、 などといった水の性質に基づく語の使い分け自体がなされない。琵琶湖西岸に散在するものはすべての時代を通して有名である。所在地名にある地先とはその土地から先へつながっている場所のこと。水面北海道地方なし。東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方湖を東側と西側に,に分割し、地理的順序に従って表記する。東側は 湖北地方西端を起点として湖岸沿いに時計回りで湖南端まで南下する。西側は湖西地方東端を起点として湖岸沿いに半時計回りで湖南端まで南下する。中国地方なし、四国地方なし、九州、沖縄地方なし。ヨルダンにある、視界の湖水浴場、管理、運営者は、モーベンピックホテルリゾート。 東京辰巳国際水泳場日本では、千葉県国際総合水泳場、東京辰巳国際水泳場、相模原市立総合水泳場、古橋広野新記念浜松市総合水泳場、浜松市北部水泳場等々、他にも多数挙げられるが、これらはすべてプール施設である。なお、上に挙げたもののうち、娯楽用プールを主体とするのは、浜松市北部水泳場のみで、 それ以外は競技用プールを主体とする複合施設である。ありがとうございます。